団体の SDGs の取り組みを紹介する番組 SDGs 未来プログラム。今回はジャムの製造販売を行っているヤミージャムジャパンを紹介します。早速ご覧ください。新鮮でフルーツ本来の風味がぎゅっと詰まったジャム。自然な甘さで健康にもよく、パンや果物に添えるとひときわ美味しさが引き立ちます。これらのジャムは今年5月愛媛県で開催されたダルメイン世界マーマレードアワード日本大会プロの部で銅賞を受賞した方が作られています。作っているのはヤミージャムジャパンの三輪敦弘さんです。まあ、農家さんが木がなってるんでできちゃってもうどうにもなんないよっていう甘夏があって、でそれぜひ使わせてくださいっていうので、ジャムにして、で品評会に出した賞ですね。どういうところが評価されたんですか？はい、評価のポイントは、苦味と甘さのバランスと、あとはその懐かしい味がするっていうふうに言われましたね。はい、別におばあちゃんが作ってるわけじゃないんですけど。はい、そんなので受賞しました。20代の頃イタリアで留学をしていた経験のある三輪さん、そこでジャムのような保存食の大切さを教わったのがジャム作りのきっかけになったといいます。ヨーロッパはこういう瓶詰め食品、保存食っていうのが非常に多い、発達している国が多くって、旬の時期に採れた美味しいものを長く美味しさを保つっていう方法の一つだと思うんですよ。でそういうところに僕は魅力を感じましたね。2年前にジャムを製造販売し始めた三輪さん、月一マルシェなどで売っているほか、提携するレストランやカフェなどにも販売しています。このジャム作り、一体 SDGs とどう関係しているのでしょうか？SDGs の12番のゴールに、なると思うんですけど、食べられるものを、人の口に入らずにそのまま、捨ててしまうことはもったいないよねと。でそういったものを、規格外と呼ばれているようなものを、利活用しようというのでジャム作りをしていると。この行為が、SDGs につながるんじゃないかなと思っています。実はこのジャムに使われている果物、小さな傷や形が少しいびつなどの理由で市場から外されたものを使っているんです。これは SDGs のゴール12、作る責任、使う責任につながり、フードロスの取り組みにも貢献しています。例えばこれ、この黒い点一つでも出荷しない、これどうなっていくんですか？出荷しないものはもう畑に戻りも捨てちゃうってことです。だから栄養素として来年の桃のためになるっていう感じです。出荷できない農産物を買い取ることで農家への収入アップにもつながるのでしょうか？どちらかというとお金になるというよりかは、なんかこう人に喜んでもらえてるのを喜んでくださることの方が多いですね。美味しかったよって言ってもらえたよとか言って言うとすごい喜んでくれます。イタリアで留学してた時に学んだスローフードっていうものだったりとか、地産地消っていうものだったりとか、要は無駄がないものとか、過度に包装しないとか、あとはその、持続可能なっていうことが、結果自分の中にはもう SDGs って言葉ができる前からあって、なのでこれからも今まで通り、こういった活動とかしていきたいなと思ってます。私の実家が桃農家なんですが、確かに小さな傷でも出荷できずに無駄になってしまう商品があることを思い出しました。手塩にかけて育てた果物が無駄にならずに済む生産者にとっても、美味しいジャムが食べられる私たち消費者にとっても、さらにフードロスの解消になる地球にとっても、三方よしのジャムだなと思いました。